対日理事会は太平洋戦争に敗北した日本を連合国が占領するにあたり連合国軍最高司令官総司令部の諮問機関として東京に設置された日本占領管理機関である。正しくは連合国対日理事会と呼ぶ。1948年設立のアメリカ対日協議会とは別物。対日理事会はワシントン DC にあった 極東委員会の出先機関として設置された。1946年4月から1952年4月までの期間に164回の会合が公開の場で行われた。会議は各州で開かれた。人員はアメリカ合衆国、イギリス連邦、ソビエト連邦、中華民国の4社の代表で形成され、議長は連合国軍最高司令官の代理である。 アメリカ代表が務めた。理事会は、日本に対する降伏条件の実施、占領及び日本管理についての最高司令官との協議及び勧告を目的とし、任務は、占領下の日本に対する降伏条項や、占領管理などの GHQ の指令の実施について、連合国軍最高司令官と協議し補佐することで、あった。また、 連合国軍最高司令官に対しては、緊急を要する場合を除いて、日本への発令の前に、理事会との協議及び通告が課せられたが、最高司令官がこれを適用することはなかった。極東国際軍事裁判にも影響力を持っていた、他、ソ連の圧戦により、日本の総選挙で、当時の反動分子が数多く選出された場合には、審議員の資格審査を厳しく行い、 場合によっては選挙のやり直しをさせるという決議を採択した。また、農地改革に対する精力的な議論がなされ、1946年6月には最高司令官に対する勧告案も採択されるなど、相当の存在理由を示した。理事会の議題は様々で、占領政策全般にわたっている。対日理事会は、ジェームズ・カイバーンズ米国務長官により提案された。 1945年10月、バーンズとアベレル・ハリマンチューソ米国大使が、ヨシフ・スターリンと対日理事会を設置するための会合を開くこととなった。これを知った連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサーは、ソ連やイギリスが日本の占領政策に介入すると司令の統一ができず、米国の単独占領という日本支配を困難にするという観点から、 米陸軍省に対して、対日理事会設置の反対を強く表明した。これを受けたバーンズは、ハリー・トルーマン米大統領と協議の末、対日理事会の権限は縮小され最高司令官と協議、勧告を行う諮問機関としての設置が図られた。同年12月27日のモスクワ三国外相会議で、ワシントン DC の極東委員会と合わせて設置が決定された。 会合場所は東京の丸の内明治生命ビル内と定められた。翌1946年4月5日、第一回会合が開かれ、アメリカ合衆国、イギリス連邦、ソビエト連邦、中華民国の4カ国で人員は構成された。米素間の冷戦が発生すると徐々に境外化していき、対日講和条約の発効を機に1952年4月23日の会合をもって、 役割を終え解散した。出典。ありがとうございます。